本来囲碁は19路盤と言いまして、この縦にも横にも19本の線が書かれているものを使用するんですけれども、今回は9路盤、ね、1234567891 1234567891 9路盤、ね、9本の線が縦と横に書かれた盤で説明したいと思います。9路盤の方がですね、初心者向けと言いますか、短時間で終わる、そして、全体がですね、やっぱり把握しやすいので、見やすいということですので、初めての方はこの9路盤をおすすめしております。まず先行後攻の決め方です。これは、握りという方法が取られます。目上の人がですね、白の碁石をこのように適当に握ります。これ相手にその子は見せてはいけません。そして、下にね、なる方、後輩さんとかですね、年下ですね、黒を持ちます。で、1個か2個、だけを持ちます。例えば1個置きます。そして、白を、ね、握った人を開けて、要は偶数奇数が同じかどうかっていうところを判断するわけですね。1個ですから、奇数ですよね。1、2、3、4、5、同じ奇数、一致していますから、石は交換せずにそのまま白を最初握った持った人は白の石を使って始めます、ね、黒を持っておいた人っていうのは、黒で、始める。そして必ず囲碁は黒が先行っていう形になります。これは例えば右下側がですね、偶数だろうなというふうに黒の人が判断したら2個置いてあげればいいわけですよね。偶数ですよね、はい、そして白の方の個数も2、4、6、8、ね、偶数、まあ、こういうふうに言うとまたこれは一致することになるんですけど、これ例えば一致しなかった場合、白の握った点が、まあ、奇数で黒は偶数、こうなった場合はですね、石を交換します。白を握った方は相手に白を渡す、そして黒の方は白の方に全ての石を渡して交換した状態から始める。そしてまた、黒からスタートっていう形になります。初めての方はですね、もう今日は私が先行の黒から行きますと相談して決めてもいいですし、じゃんけんで決めていただいてもいいかと思います。碁石の置き方です。将棋やオセロなどでしたらこうね、マス目の中に置く、まあ、こういうゲームの方が多いと思うんですけども、囲碁は線と線が交わる点ですね、こちらに置いていくことになります。必ず交互に置いていきますね、はい、この端っこもこういうふうに置くことができます。相手の石を囲むことで、その相手の石をですね、取ることができます。この白い碁石をこう囲むことでですね、この相手を取ってしまうんですね、こういう感じで、陣地を、まあ、こう囲まれたここですね、これ目と言うんですけど、これ一つの目ですから一目という数え方なんですけれども、これが自分の陣地という形になるんですね。最終的にこの陣地の数が多い方が勝ちになるのが囲碁なんですけれども、例えば今は例が1個でしたけれども、例えばこれが2個あったとしても、同じように囲んでいくと相手の石を取ることができます。この場合は2つの目、2目自分の陣地になったという形になります。ちなみにこのような形になっていて、あと1つ置けば相手の石を取ることができるということを当たりと呼びます。例えば白い碁石、
こんな形になっていると、これはまだ当たりの状態ではありませんね。あと一つですから。この状態ですね。これが当たりですね。ここに小石を置けば、相手を取ることができますので、この状態が当たりという言い方をします。勝敗が決まるのは、この線と線が交わる、目の数で決まるというふうに言いましたけれども、こんな状態になることは実際にはないんですけれども、この状態もしなったとしたらどちらが勝ちか、ね、これ目を数えるわけですね。白が囲んでいる目は1、2、2個になりますね。対して黒が囲んでいる、ね、目の数は1、2、3、ね、3目、2目対3目で、もしこうなった場合は黒の勝ちですよっていう形になります。別の例で見てみます、ね、白が囲んでいるのはこのエリアですね。黒が囲んでいるのはこのエリア地ですね、はい、それでは目の数を数えてみます。まず白の方ですね。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、 9目になりますね、はい、ね、ここ石に囲んでませんけれども、ここも自分の陣地になります。黒の、ね、目を数えてみます。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、 9目と13目、この場合は黒の勝ちになります。ね、この5番のどこにでも石を置くことができるというふうに初めに説明しましたが、置けない場所もあります。例えばこのような形で、黒の碁石がもう囲んで1目作っている状態、こういう時にこちらに置くことはできないですね。もうなぜかというと、置いた瞬間囲まれている人は相手に取られてしまいますから、置いた瞬間取られる、これ意味がないので、こういった場合には、ね、置くことはできません。例えばこのような碁石の状態が、ね、あるとします。この状態ですと、例えば、ね、ここ、ね、白に囲まれていますけれども、置くと、ね、白を取れるのであれば、この場合は置くことができるんですけれども、これまたその後すぐに白が置くと、またこれが取れる。また黒が次の一手でここに置くと白が取る。これ永遠に続いてしまいますよね。このような状態をこうと言います。ですから、この状態で取れる場合は、石を取れる場合ですね。このように置くことができるんですけれども、次白の人はですね、ここに置くことできないんですね。必ず違うところに、置く、違うところに置く、その後はまた相手を奪い取るために置くっていうことはやってもいいという、そういうルールです。囲碁の終わり方、ね、なんですけれど もう置くとこがなくなって、お互いが終わりですね、声かけし合った時に終わるっていうのが、一般的な決まりなんですけれども、初めての方、ね、初心者の方っていうのは、いつがそのタイミングかっていうのは分かりませんので、空いてるとこどん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 置いていっていただくとですね、もういずれこう置く場所がなくなってくる時が来るんですよね。そうすると、それが慣れてきますとですね、あ、もうこの局面になった状態で、あ、残り、ね、置くとこ少なくなってくると、置いても、ね、もうお互い意味がないなっていうのが分かってくるんですよね。それが分かるようになってきますんで、置くとこがなくなった、置いたところで、相手にまたね、こう囲まれて、ね、絶対こう取られてしまって、ね、お互いのその目数がね、陣の数は減りますけれども、結局勝ち負けはあまり変わらないっていうことが分かってくるようになるんですよね。ですから、まあそれが分かるようになるまで練習していただくっていうことも一つなんですけれども、初心者の方は、時間を決めてですね、5分だったら5分、10分だったら10分で、残っている、自分の目数ですね、が多い方が勝ちで終わらせるっ
ていう形がよろしいかと思います。